こんばんは、キングダムニュースです。今日はあの将軍がついに動いたというニュースからお伝えします。大将軍蒙武は蘇軍総大将の韓明軍と争う戦場でついに5000人の兵を率いて出陣しました。蒙武はこれまで2度の斜陣掛け、兵を斜めに配置する陣形を行いましたが、いずれも韓明軍に跳ね返されてきました。しかし関係者の話によりますと、斜陣掛けの失敗は軍総司令昌平君が蒙武に指示した策略であるとのことです。蒙武は2度の斜陣掛けにより敵軍の兵力が左右に拡散するタイミングを見計らっていました。この日チャンス到来と捉えた蒙武は兵たちに奮起を促し、自らが先頭に立って韓明軍へと突撃しました。大将軍蒙武の戦果をご覧ください。あの騎兵たち大きく見える。バカな、全員蒙武様並みの巨体だと。中華の重要な歴史を振り返るピックアップヒストリー、2回目の今日は韓明音頭です。勇壮な太鼓の音が鳴り始めました。これは中華の南に位置する大国蘇に古くから伝わる歌、通称韓明音頭です。蘇軍の総大将韓明が一騎打ちに臨む際、この歌を歌ったことからその名がついたと言われています。一説によると韓明音頭は今日の応援歌の起源ということです。韓明の太鼓隊は蘇の国内から集められたえりすぐりの演奏者が大将軍韓明の士気を高める目的で戦地に同行しています。太鼓隊の後ろには韓明の強さを称えるための合唱隊も布陣しています。合唱隊は蘇の全土から大声自慢の兵が集められ構成されています。韓明音頭はこれまで書物に書かれていたドンドドドドドッドドンという記述からその音を連想するしかありませんでした。しかしこのほど漫画家原泰久さん、作曲家沢野博之さん、高田山本さんの尽力により、今お聞きいただいている当時の音を再現することに成功しました。聞く人を魅了してやまない韓明音頭、番組をご覧の皆さんには乱暴に振る舞う韓明の様子とともにご覧いただきましょう。素晴らしい演奏でしたね。この番組をご覧の皆さんの士気も上がったことでしょう。ではここでお知らせです。テレビアニメキングダム第3シリーズのレンタルが6月の25日より全国で開始となります。第3シリーズ合唱軍編の興奮を今一度ご自宅で見ることができるチャンスです。全国のレンタル店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。現在配信中のスマートフォン向けゲームアプリキングダムダッシュで、蘇の巨人韓明のイベント闘志の鼓動が開催されます。韓明のドドンドドンドンのルーツに関するショートストーリーが楽しめる企画となるようですが、ドドンのルーツに関する真偽は定かではないということです。なお開催期間は6月の28日月曜日午後6時から7月の15日木曜日午後2時59分までとなっています。皆さんもぜひこの機会にキングダムダッシュを始めてみてはいかがでしょうか。以上キングダムニュースをお伝えしました。